ルーマ走行不評戦闘車は、ドイツの PSM 社が開発した不評戦闘車である。マルダー不評戦闘車の後継として、2010年から2020年にかけて、ドイツ連邦軍に計410両が配備される予定である。5両のプレシリーズ車両と関連サービスは合わせて3億5000万ユーロで調達された。405両の量産車両は30億ユーロで、 調達される予定である。ブーマの砲塔は完全な無人で、社長及び砲手は、車体内からサイト及び砲塔を遠隔操作する。砲塔上には、全周旋回可能な社長用工学サイトがあり、ハンターキラー能力を有している。主武装となる MK30 からに、ABM-82 口径3 0ト、mm、ル機関砲の最大発射速度は、毎分1 0 0発で、 最大有効射程は3000メートル。基本使用弾種はアップフスズ T とケットフの2種類だが、他の弾種も使用可能である。アップフスズ T は主に中走行車両に対して使用され、ケットフは次元新幹式で多目的に使用される。機関砲弾の球弾は2種類の弾種の連続交互発射を可能にする二重弾薬装填システムであり、砲塔内に即溶弾200発。 車体内に予備弾200発の計400発の弾薬を搭載している。副武装は機関砲同軸の MG45.56mm 系機関銃で即用弾1000発、予備弾1000発の計2000発の弾薬を搭載している。また、既存のインターフェースに遠隔操作式敵弾発射機や誘導ミサイルシステムを取り付けることも可能となっている。現在公開されている。 プレシリーズ車両の車体後部左側には、近接防御用の遠隔操作式録連想 76mm 敵弾発射装置が取り付けられており、これは約90度の旋回範囲を持つという。また、車体後部左右及び車体後部両側面には近接観測用の小型カメラが埋め込まれた箇所があり、必要に応じて反転させることで外部の状況を確認できるようになっている。 ブーマには2種類の防護レベルがある。防護レベル A が重量3 1 2四5トンの空輸可能レベルで、防護レベル C がモジュラー式の増加装甲を砲塔上部及び、車体後半上部と車体側面に装着し、防御力を強化した重量41トンの戦闘レベルである。防護レベル C 時は第二世代主力戦車であるレオパルト一を上回る重量となっており、鉄道、 道路、海運により輸送する。防護レベル C 時には、重量が41.00トンにも増加する。プーマには、機動力低下を抑制するため最大出力 1088PS を発揮する無ツ車製ノ V 型10、気筒ディーゼルエンジンが搭載されている。また、最大 231PS を出力する、フライホイール発電機も搭載している。 防護レベル a 時には A400M 輸送機による航空輸送が可能である。車体全部右側にあるエンジンの左斜め後方に操縦主席があり、操縦主席の後方に砲主席、砲主席の右側に社長席がある。砲主席の後方には砲塔が存在し、そのさらに後方に兵員席が2つあり、社長席の後方にも兵員席が4つある。 平因席は左右向かい合わせになっている。ラインメタルクラウス、マファイウェグメンツーサプライブンデスベアウィズニューアイフフ。ありがとうございます。